皆さんこんにちは、今日もこの動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画は久しぶりにイケアでお買い物したものをご紹介していきたいと思います。私が住んでる地域からはなかなかイケアの方に、今のこの状況で行けないので、今回はオンラインを使って購入いたしました。キッチングッズからインテリア、あとは子供のおもちゃを購入しましたので、詳しく説明していきたいと思います。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。はい、ではまず一つ目はですね、こちらのキッチンで使うクロスを買いました。これぐらいの大きさのもので、こんな感じのラインの入ってる、リネンのキッチンクロスになります。以前から、IKEA のキッチンクロスを使ってたんですけど、長年愛用してたので結構毛羽立ちが目立つようになってきたのと、だいぶ色あせてきてしまったので、はい、買い替えようと思って今回こちらを購入しました。今回は、ベージュのようなグレーのような感じの色味のものを購入したんですけれども、ちょっと光の具合であまり分かりにくいかなとは思うんですが、詳しく知りたい方はまた IKEA のホームページチェックしてみてください。ここにフープがついてるんですけど、こんな風に引っ掛けて下げててもすごくかっこいいなっていうのもあり、はい、購入してみました。こういうキッチンクロスとかっていうのは何枚あっても本当いいですよね。はい、私も好きでよく集めてるんですけど、今回は洗い替え用に2枚購入しています。はい、続いてもキッチン用品なんですが、はい、まな板を購入しました。まな板はですね、今まで使っていたこちらのアカシアのまな板なんですけど、結構いろんなまな板を試しに購入はしてるんですが、やっぱりこれが使いやすかったんですよ。なのでずっと捨てきれずに持っていました。なんですが最近ですね、木片がちょっと出るようになってきてしまって、料理の中とかに入ってしまうと、ちょっと危険なので、子供もいますし、これはもうお蔵入りかなということで、こちらを手放して、はい、今回新しいこのまな板を購入しました。ちょっと開けていきます。はい、こんな感じのまな板になっております。これも同じアカシア素材のまな板なんですけど、大きさもちょうどいいですし、しっかりこう手を離しても立てかけられるぐらい厚みがあるまな板です。で、アカシアのまな板使ってては思ったんですけど、やっぱり傷がつきやすいんですよね、どうしても。で、IKEA にも他にもいろんなまな板があるんですけど、やっぱり大きさ的にこれぐらいの方が私は使いやすくって、コンパクトなまな板を買いました。これから料理動画でどんどん出てくると思いますので、またその後のレビューもしていきたいなと思います。また大事に使っていこうかなと思っております。はい、続きましてはこちら、コーヒースプーンとクリップがセットになって売っているものを購入しました。まだちょっと未開封なので開けていきます。はい、コーヒースプーンはこのような感じのゴールドの色味のコーヒースプーンになります。今使ってるものはですね、はい、こちらの、これは多分セリアで購入したコーヒースプーンなんですけど、これを使ってたんですが、形が気に入って使ってたんですけど、やっぱりこの柄の部分が短いとどうしてもすくいにくいし、ちょっと手についちゃうっていうのを気になってたんですよね。今回こちら柄の長いタイプのコーヒースプーンが IKEA にあったの で、しかもゴールドでなんか可愛いなと思って購入してみました。私が今飲んでるコーヒーがこちらのコストコで購入したコーヒーなんですけど、大きいのでどうしても手を入れてすくわなきゃいけないんですけど、これだけ長いとこう簡単にすくえるなと思って、はい、今回これ使っていきたいと思います。そしてこちらのクリップですね、こんな感じでこうひねって
開けるようなタイプのクリップになってます。幅は15センチぐらいありますかね。私はいつもこの100均のクリップで留めてたんですけど、ちょっとおしゃれなクリップを使っていきたいなと思ってたら、ね、IKEA にコーヒースプーンと一緒にセットになって売ってたので、あのこれだなと思って買いました。はい、こんな感じで、こうくしゃくしゃっとすることなく綺麗に止まりました。はい、すっきりスマートに冷蔵庫に収納できるかなと思います。はい、こちらのクリップとコーヒースプーン気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、続きましてはこちらです。これちょっと開けていきたいと思います。はい、こういう取っ手付きのアイアンと木の板が2枚入っていました。これを、はい、こんな風に乗せて使います。ちょっとおしゃれにテーブルコーディネートができそうなトレイを購入しました。我が家はどうしてもテーブルが狭いので、この前の動画でもお話ししたんですけど、お料理をこう並べてしまうともうテーブルが埋まっちゃうんですよね。お客様が来た時とか、もうちょっとね余裕を持ってテーブルを使っていただきたいので、こういうものに2段重ねでお料理とかを並べると場所も取らずに済むし、でなおかつなんかおしゃれにテーブルコーディネートができるなというふうに思って、あ、これ一つあると便利かなと思ってこれ今回購入してみました。はい、でこちら のスチールもですね、ちょっとザラつきのあるようなマットな質感で、テカテカっとした感じのアイアンじゃなくって、ちょっと高級感のある作りになっています。でこのトレイも裏にこういう出っ張りみたいなのがついてあるので、これで引っ掛けることができて、こう乗せてもこう滑ることなく、お料理もスムーズに乗せられそうですよね。なんかこうお料理だけじゃなくても、なんかインテリアとかにしても良さそうな感じもします。なんか小物を置いて飾ったりとか、ナチュラル系のインテリアにも映えそうな感じのトレイだなと思います。まあ、使い方はいろいろあると思いますので、私は食卓に料理を並べる時に使おうかなと思っています。はい、続いてはインテリアなんですけど、こちらのクッションカバーを2つ購入しました。種類はどちらも同じなんですけど、カラーがこのグレーとちょっと濃いめのグレーですね。ブラックではないです、グレーを購入しました。中身のクッションが別に持ってたのでそれを使ってるんですけど、一応大きさ的には 50cm×50cm ぐらいのちょっと大きめのクッションになります。こういうクッションをですね、使うのに憧れておりまして、はい、やっと購入いたしました。で結構これだけ大きいとですね、こう腕を乗せるのにちょうどよくて、このままこう座りながら携帯触ったりとか、なんか映画見たりとか、手を置く場所があるとすごく楽ですよね。そしてちょっともう今から暑くなっちゃうので、素材はですね多分リネンだと思います。サラサラしててすごく気持ちがいいです。どうしてもこのソファーがちょっと生地的に冬っぽい感じの素材になっているので、ちょっと夏らしいものを取り入れたいなと思って、今回はこのリネン素材のクッションカバーを購入しました。でまあこれだけだとちょっとなんか寂しい気もするので、ソファー用のマルチクロスを実は探してるんですよ。というのも息子がもうこの上に乗り上がってちゃって、すごくはしゃいで遊んでるんですけど、よだれをですね、まあ、いろんなところに垂らしてしまうので、はい、マルチクロス的なものが欲しくてそれを探しております。クロスかけることでまた雰囲気も変わるかなと思って、それも楽しみにしておきたいなと思うんですが、いろんなところでネット検索しています。はい、次が最後になります。最後はこちらの、はい、かわいいですよね。息
息子の手押し車を購入しました。本体部分はですね木製なんですけれども、取っ手部分は金属でできています。もうね伝え歩き完璧にできるんですよ。もう歩きたい時期で私にしがみついて歩かせろ歩かせろみたいな感じで言ってくるので、こういうものがあるとまあ自分でね楽しんで歩くこともできるし、歩行練習にもなるんでいいかなと思って購入してみました。とこれ機能が2つあるんですけど、はい、ここに穴が1個、ここにボルトがついてると思うんですけど、この2つの穴でこの取っ手の角度を調整することができます。今息子はまだ11ヶ月で、なかなか上手に一人では歩けないの でこういうもの持って歩くと前に行ってしまってその勢いでバタンとなってしまうことがあるので、今はこの取っ手を前の方に倒して使っています。そうすることでね全然倒れなくなりました。重心が前の方に行きやすくなるんだと思います。もう少し上手になってくればもうちょっと角度を上げてこれで遊ばせようかなと思っています。そしてあとはタイヤの間のところにこのビスがあるんですけど、このビスの開け閉めによってブレーキのかかり具合を調節することができるんですよ。親としてもすごく安心かなと思います。そしてあとはこの本体がですね箱になっているので、いろんなものを乗せて運べるっていうのができるのがすごくいいなと思って購入いたしました。いろんな手押し車探してたんですけど、なんかこう小鳥がこうコットンコットン動いたりするものとか、あとはこういろんな多機能なおもちゃ機能がついたものとかですね、そういうものが結構多くて、でしかも結構高いので購入諦めてたんですけど、 IKEA にねこんなおもちゃがあるなんて私知りませんでした。はい、すごく可愛いしシンプルで物を乗せて遊べるっていうのが男の子の心をくすぐるんじゃないかなと思って今回これにしたんですけど、で一応使用できる推奨年齢が12ヶ月ってなってるんですけど、うちの息子はまだ11ヶ月なので適用月齢ではないんですが、歩きたい歩きたいが結構強いので必ず親が見守ってる中での使用をしています。でこれ見ちゃうとどうしても息子が興奮しちゃってもう自分で使って歩き出しちゃう可能性があるので、普段は彼の見えないところに収納しておいて一緒に遊ぶ時にこれを出して歩く練習をしています。怪我させたくないのはやっぱ一番あるので、はい、今は一緒に遊ぶ時だけ出すようにしております。はい、ということで今回の購入品は以上になります。まあ載ってる商品はですね、まあ店舗とは全然違うと思うんですけど、まあ引っ越しをされた方とか、まあ、ちょっとプチプラで可愛いインテリアグッズとかキッチングッズとかいろんなものが欲しいとかっていう方で、まあ、なかなか買いに行けない人たちにとってはですね、こういうオンラインすごく便利じゃないかなと思います。はい、では次回の動画なんですけど、過去の動画でうちの焼きそばっていう動画を出したんですけれども、それの改良版、さらに美味しくできる焼きそばのレシピを考えましたので、そちらの方を作っていきたいと思います。すごく美味しい焼きそばができますので楽しみに待っていてください。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。